はい、パチオです。どこに来てるかっていうとね、滋賀県のね、小谷城のとこまで来てるんですけど、まあ今その山登ってる途中なんですね。まあちょっと景観がね、まあ木が生えてるんであれなんだけど、すごい良い景色のとこなんでね、こっから行くとこうね、向こう琵琶湖がダーッと見えるっていうね、すごいいい景色のとこなんで。でこれ琵琶湖南の方は全部見えるんですよね。彦根とか長浜、彦根、まあその先ちょっと分からんけど、京都の方に向かっていくやつかな。これ東側ですね、琵琶湖ので、南の方へずっとずずいと向かっていく感じです。あ、城登るのめんどくさいからここでいいなっていう気になってきたけど、まあそういうわけにもいかないんで城には登ろうかなっていう感じですね。まああれですよね、小谷城、浅井長政の居城っすよね。まあ織田信長と姉川の戦いで負けたんだっけ。でその後まあ追い詰められてっていう感じで、まああとあれだよね、ロマンあるよね、浅井三姉妹とかね。うん、やっぱ美女というのはロマンだよね。で一応ねここにはね、なんて読むのか分かんないんだけどね、防潮峠なのかな、これ防潮峠だと思う、分からんけど、まあ、とりあえず上登ってみようと思います。なんか縄文ぐらいまで登れるはずなんで、いや最初登れないと思ってハイキング来てる人と一緒に歩こうとしたんだけど、アスファルト舗装のとこ登ってくやつがおるもんで慌てて車行きました。じゃあ行ってきまーす。ここは現在地番所から上上がってって、一番上まで行った方がいいのか、これ本丸でいいのかな。とりあえず本丸までは行きてえな。はい、地権者の許可なく樹木等を採取することを禁ずるってのと、はい、熊出没注意。車、路中の車いっぱいおるけど、まあ路中 OK なんだけど、すごかったね。静岡、京都、なにわ、果ては長崎まで結構いろんなとこから来てたね。なわけで行ってみましょうかね。こっちの方がいい景色やね。長浜市が一望できる感じ。まあ今長浜市は大きくなったんで、木の本とかね、伊吹町とかそっちの方は見えないけど、まあでも元々の長浜市のとこはね、ほぼほぼ全部見えてんじゃねえかなっていうぐらい、特に市街地は。これはあれやね、山の奥から攻めてくる敵がいないだろうから、敵がどんだけ来るかっていうのはすごい分かりやすくていいね。よし、上登ろかね。疲れた。でもね、なんか女の子とかが普通に登ってるからね、なんかあれなんですかね、まあもともと有名なとこだとは思うんだけど、女の子が惹かれる何かがあるのかね。行ってみます。ここはどこかっていうと大広間跡です。なんせね、広い、長さ85メートル、幅35メートル、すごいな。これ今まで見てきた岐阜県愛知県の山城、まああんまり有名なとこ行ってないっていうのもあるんだけど、の中でぶっちぎりの広さだね。これはいいわ。これは軍隊揃えれるわ。
多分もうすぐ天守だね。行こうと思います。はいっと、ここが本丸跡。本丸跡はさっきの大広間と比べるとそこそこの広さ、普通の山城と一緒かな。なので実質的にはここに天守閣がいたのかな、そんな感じがします。でさらに 700-800m 進むと別の城跡があるはずなんだけど、そっちは体力的な問題もあっていかないです。僕の限界は 300-400m ですね。でさっきの琵琶湖からあと伊吹山の方も、まあ、木には隠れてるけど一望できるです。本当いい土地ですね。よし、じゃあ戻ろうと思います。以上でした。